バーデンは、スイスのアールガウ州の基礎自治体である。チューリヒの北西25キロ、リマト川西岸に位置する。洋泉で有名で、古代ローマの歴史家タキトスによっても記述されている。通風やリウマチに効果があるとされている。主要な交戦場は、リマト川近くの旧市街の少し北側に位置している。ローマ時代の遺構が、クワザールの庭の周辺で多く見つかっている。 シュタイン城跡や、険しく細い路地、木造の中世の橋、一つだけ残された町への門など、バーデンは、景色は素晴らしい。ハプスブルク家の正式な拠点であったシュタイン城は、1415年と1712年に、破壊された。1415年に、八州同盟に征服された。1426年から1712年までの間、彼らの代表者が、 バーデンで集まり、征服地に関する事柄を取り決めた。そのためこの時期、バーデンはスイスの事実上の首都であった。フランスと新生ローマ帝国のスペイン継承戦争の終結時に、1714年にバーデン条約が調印された。この条約は1713年のユトレヒト条約とラシュタット条約を補完するものであった。バーデンは百九十八年から、 アールガウ州が設立される1803年までバーデン州の州都であった。ありがとうございます。